はい、これちょっと緊急で動画回してるんですけども、はい、今年の確定申告大ピンチ。うん、顔傾けてる場合あらへんかな。これ激ヤバやこれ。はい。まあね、今そうですね、これ3月13日にこれ撮ってまして、はい。まあ何が起きてるかというとですね、確定申告間に合わんかも。どうなんのこれ。はい。なんか結構去年までは、いや、何から喋ろうかな。まず、けど去年一昨年とかってなんかコロナもあって、なんか315こぼれてもいいですよみたいな、なんか感じあった。いやそれでも315までやってたんかな。とにかく忘れてまして、でめっちゃ忙しくてですね、この3月。あっ、ちょ人来たな。大丈夫かな。すいません、やばい場所、なんかどこ、ここ思いっきり、わけわからん場所でね、今一人で、すいません、ちょっとろれつも回らなくて緊急で撮ってます。人が思いっきり横切ったらちょっと一回伏せるけど、こんな情けないからこんなとこで動画撮ってて、何でしたっけ、何の話だっけ、天ぷらじゃないや、そう、めっちゃ忙しくて、この3月ちょっと確定申告どころじゃなかったんですよ、正直。腕変えよう、痛い、ちょっとやらなあかんことがいっぱいあってですね、それで行けてなくて、いつもの税理士のところに。でも今日ね、3月13日の、まあ今日はワンチャンス、このスポット時間というか、ほんま仕事の合間の数時間で行けるみたいな感じやったんで行ったんですけど、まあ、一応領収書とか持って行ったんですけど、何があれってね、その領収書が全然足りんくて、あ、そうやって、俺そういえばまだまだ領収書あったわとか、そう、家ん中でまあちょっと、まあねえ、はっきり言って離婚もしてるんでね、俺2023年、でもめちゃくちゃなってんね、領収書とかいろいろ、もうあんま言われへんけどとか、そのもうちょっとこういう書類持ってきてくださいっていうやつ、ちょっと僕、まあ完全に僕の不手際で持ってこれてないし、だから2回行かなあかんね、毎年2回以上行ってんねん、税理士のとこ確定申告の時に。で今日13日でしょ、で1回行ってもう1回行かなあかんねん、明日あかんねん、明後日15日あかんねんね、確定申告する日なんかわけわからん、開示の仕事入ってる、落語かおい、真逆やん、税金と開示。いや、開示どころじゃないんですけど、僕確定申告大失敗する可能性ある、どうなんの。すいません、ちょっとね、緊急で動画回してて、駆け足でこういっぱいわーって喋ったんで、ちょっとね息も上がって、はい、ぜいぜい言うてしまいました。いらんねん、今全然いらんねん、そんな。ねえ。いや、どうしましょう、これ。いや、だからこの、最低限の申告はできるかもしれんけど、ほんまに最低限になるかもっていう。今もほんま、税理士事務所飛び出してすぐ取ってるんですけど、今から行かなあかんねんけど、次、忙しくて。どうしてくれる？なんか一応、でも俺の中でね、今年1年間、予定納税払い切ったから、言うたらこの度申告した分の税金を減らすための予定納税でしょ、だからやったーって、うわめっちゃ減るんちゃう、3分の1か3分の2ぐらいもう払ってるはずやでって思ってたんですけど、普通に次の年度分の予定納税が始まるって、いつ終わるってことは、どこかで死んだタイミングで1年損するってこと、俺らその死んだ次の1年のみたいな人おる、やばい底辺 YouTuber やと思われる、やばい、ちょっと一回今度ちょっと人が通り過ぎるまで交差してもらいます、すいません、ちょっと緊急で撮ってるんで、ノーカットで、はい、すいません、交差してもらいます、
はい、まあね、あの投げ銭飛んできてもいいぐらい今じっとしてたんですけど僕、はい、で何の話だっけ、お寿司じゃあわ、外国人が好きなやつ、天ぷら寿司、まあね、まあ僕がもしこの税金問題でもしこの業界から去ってもですね、まあ僕のお笑いソウルは、お笑い魂は相方のせいやに託そうかなと、まあ託すというかタックス、ね、いらんねん、うまいいらんねん今全然、あやばいやばい、税金とは真逆の健全な親子来た、あ絡まれんでよかった、あんぐらいの好奇心の子供やったらね、こういう変質者に喋りかけるでしょ、で親があんたもうやめなさい、もう目合わさなさんなみたいな言うでしょね、いやもう とにかくほんでほんまにやばい、いやだから領収書とかも足りてへんし、 このままやったらいいけど、ほんま払えへんぐらいの額の申告やったらいけるけどみたいな、そういやもちろん3月15日までに申告はするし、税金確定申告ね、でなんとかするけど、いやもうめちゃくちゃに今吉本の、いやじゃあこの経費はこの経費はとかの確認も、まあもう俺が全部遅いんだけどとか、あの経理がどうとかもうちょっとやばい、みんなどうしてんの、さすが個人事業主やで、あやばいやばい、一言やばいやばいやばい、めっちゃ振り返るやん、あいつとつったろかよ、おい何の時間、ほんで粗品オフィシャルチャンネル毎日投稿楽しみにしてくれてる方へのこの時間、立ち止まってんぞあいつ、何や警察呼ばれるのか、俺おいやばいやばいやばい、俺逃げようかな、なんか携帯触ってる、なんちゅう街や、勘弁してくれよ、おいおいおい、というわけで、まああの皆さん、とまあとにかくね、確実に確定申告は行いますんで、はい、期待してください、一服してるやんあいつ、吸ったあかんてタバコ、そんなとこで路上喫煙ダメでしょ、どこも俺よりヤバいやつやんけあいつ、はい、というわけで、まあちょっとまた続報を言いますが、とにかくあの税務署さん多めに見て。